ペラヨは、スペイン海軍の戦艦。装甲艦しか保有していなかった、同海軍が、近代戦艦を持つべく、フランスに発注した全土級戦艦である。設計はフランスで、輸出戦艦を数多く手掛け、チリ海軍戦艦、カピタン・プラット、後に、ロシア帝国海軍のなどの戦艦設計を手掛けた、ことで知られるアントワーヌ・ジャン・アマブル・ラガヌ。 本艦は1888年の春工から1925年までスペイン海軍の主力艦として収益した。同系艦はない。スペイン海軍では本艦をベースにして同系艦を揃えて一つのクラスにすることを考えていたが、1890年代にドイツ帝国が植民地獲得に乗り出し、スペインの植民地であるカロリン諸島の脅威となりつつあったため、 海軍では、航続性能の短い戦艦よりも、航海性能に長けて戦艦に準じる火力を持つ、装甲巡洋艦を建造することとなった。そのため、本艦以降の建造予算を、新型装甲巡洋艦、インファンタ・マリア・テレサ級の建造予算に当ててしまったために、スペイン海軍の全土級戦艦は、本艦一隻のみに止まった。 ペライオの武装と装甲配置を示したズスペイン海軍の要求性能は満載排水量状態でスエズ運河を通行可能で超高速性能のため搬送設備を持つものとされた。しかし発注後に機関の信頼性向上に伴い機関航行のみで長距離航行が可能となり搬送設備は竣工後に撤去された。本館の基本設計は ラガムが手掛けた、フランスの全土級戦艦丸装級をタイプシップにとり、船体の基本形状は、艦首水面下に昇格を持つタンブルホーム型の平ら、看板型戦隊に2本のマストと中央部に2本煙突を持つ、当時の一般的なフランス戦艦の形態である。この時代のフランス戦艦の特色として、主武装として、後継の異なる、 大口径砲を2種類搭載することがあり、本艦もそれに習って、艦首と、艦尾館板上に加シャの新設計の、1884年型 32cm 砲を、単層式の露砲塔で1機ずつ、計2機。原則の中央部に同じく加シャの新設計の、1883年型 28cm 砲を、単層式の露砲塔で、 片げに一機ずつ、計二機を配置した。他に複方として監視部に訪問を開け、そこに 16.2cm 炭素砲を一機さらに原則に訪問を開けて 12cm 炭素砲を、ケースメート配置で、片げ6六の、計12機を配置した。この配置により、監視方向に、 最大で 32cm 方1門 28cm 方2門 16.2cm 方1門左右方向に最大で 32cm 方2門 28cm 方1門 12cm 方6門を完備方向に最大で 32cm 方1門 28cm 方2門を思行することができた。監視の 32cm 手法等の背後に 頂上部に見張り所を持つ全部マストが一機、船体中央部に日本煙突が立ち、一番二番煙突の間に左右に船橋を持つ操舵環境と司令塔が配置された。関西艇は前後左右に配置された手砲の爆風を避けるために煙突の周囲など、船体の高所に置かれ、一番二番煙突の両脇に設けられたガントリークレーンにより運用された。 本館は竣工後の1897年から1898年にかけて建造元のラセーヌ造船所で近代化改装を受けた。主な変更箇所は艦首の 16.2cm 砲と原則の 12cm 砲を撤去して代わりに新型の 14cm 単装砲を急機に更新した。しかし、この改装中に 米西戦争が起きたために工事が遅延して工期が遅れた。完備から撮影されたペラよ。本館は2種類の手法を装備していた。本館の第一の手法として、フランスのをトンメーカー、カネー社の新開発のカネー1884年型3 2トル炭素法を採用した。この法の発展型は、 日本海軍の防護巡洋艦、松島型の手法にも用いられた優秀砲である、単装砲その性能は、重量4 0 0ラムの砲弾を、最大行角15度で1万1000メートルまで届かせられ、この距離で垂直に立てられたクルップ砲170ミリメートルを貫通でき、射程5200メートルで、原則走行279ミリメートルを貫通できる性能であった。 この方を新設計の単層式のフード付きの砲塔に収めた。砲塔の不行能力は、行角15度、深く5度である。旋回角度は、左右125度の旋回角度を持つ、主方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は、電力で補助に人力を必要とした。発射速度は5分間に一発であった。 本艦の第二の手法として同じくカネー車の新開発の加八1883年型 28cm 単装砲を採用した。その性能は重量 266kg の砲弾を最大行角15度で 1460m まで届かせられ、この距離で垂直に立てられたクルップ砲 138mm を貫通でき射程 5040m で 原則走行 226mm を貫通できる性能であった。この方を新設計の単装式の炉砲塔に収め、原則に一機ずつ配置された。砲塔の不行能力は、行角15度、深く5度である。旋回角度は180度の旋回角度を持つ、主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は、電力で補助に人力を必要とした。 発射速度は1分間に1発であった。ペラヨは1884年11月に、ラ・セーヌ造船所に発注され、1885年4月に寄港、気港1887年2月5日に、浸水、1888年7月に竣航した。竣航後は完熟訓練を本国沿岸で行った。1891年に、ギリシャを訪問して、 ギリシャ艦艦隊の艦艦式に参列した1892年にはイタリアのジェノバ、ドイツのキールを訪問した。1897年に近代化改装をフランスのラセーヌ社に依頼して実施した。しかし、この改装中の1898年4月に米西戦争が勃発した。この時の本艦は武装を撤去していたために、 迅速に武装を積み替えて1898年5月14日に仮に最終駅をしたが合衆国海軍の襲撃に備えて1ヶ月間は本国沿岸部に泊まった。米西戦争後、本館はフランスのトゥーロン、ポルトガルのリスボンを表敬訪問して現地の観館式に参加した。1900年代には列強各国は土旧戦艦の時代に入っていたが、 同海軍では、土球戦艦の整備が遅れていたため日本艦が唯一の主力艦として使用され続けた。このため、1909年に勃発したモロッコにおける第二次リーフ戦争において、陸軍の紛争鎮圧活動を助けるため海軍も艦砲射撃を行って支援した。1910年に第二次近代化改装を行ったが、1912年に、 航路の誤りにより、フォンデュコンの中で座礁し、修理後は練習艦に類別された。1920年から1921年にかけて、砲術練習艦として使用された。本艦は1923年に武装を解除し、1925年に除籍後、廃棄処分された。ありがとうございます。